はい、それではほうとうを作っていくんですけれども、まずですね、これ方針ですね、モナカ式と言われるこう貼り合わせる形になっている分ですね、これを貼り合わせて、パテを塗って修正をするという作業をしておきたいと思います。最初はまずこのドロドロの方でちょっと点付けというか、ある程度形を整えたいと思いますので、これを使って取り付けます。こちらの接着剤をたくさんつけて、溶かして、つけるという隙間を埋めるという手法もあるみたいですけれども、それをしてしまうと若干やはり、断円、深円がね崩れるような気がするので、まずは普通に取り付けて、そしたら今度は流し込みの方ですねを流して接着しておきたいと思います。この、グンゼの、クレオスの接着剤は非常によく早く固まりますんで、この時点でしっかり深円をしっかりね、深円にはなってないんですけれども、まあまあずれないようにねしておきたいと思います。その上でこのまましばらくね乾燥させます。パテが乾きましたら400番ですね、400番でもうこうただひたすらにぐるぐると削るという作業ですね。ではですね、サーフェイサーを拭いて傷のチェックをしたいと思います。これですね、使ってるのはミスタードライブースです。向こう向きに排気管が出てまして、まあ、窓の方に流れていってるんですけれども、動かしますとこんな感じです。そんなに吸わないです。ティッシュがあったら、まあ、このくらいですね。まあ、一応張り付いて動かないかなという程度の話で、そんなに吸わないんですけれども、もう距離が離れてしまうとほとんど吸い込まなくなるんで、まあ、この辺の近くで作業するということになりますね。缶スプレーであってもこちら向きにこう吹きつけてる限りは、そんなに今も匂ってきません。結構吸い込んでくれてます。この辺ででもこっち向きなんかでした日には全然吸い込まないんで大変なことになるんですけどもね、まあまあ使えるんじゃないかなと思います。自作する値段の倍ぐらいはかかりますけれども、まあスマートに作れると、スマートにまあこう構築できるというのはいいんじゃないかなと思います。ちなみにですね、この中なんですけれども、こういう風になっております。でここにメッシュがあって、この奥にこういう風になってるという感じですね。結構ここが汚れますんでね、それだけ吸ってくれてるんだなと思います。はい、サーフェイサーが乾きました。まだですね、少し境目が残ってるなという感じなんで、もう少しペーパー掛けをしたいと思います。
はい、軽く削りました。そしたらここにね、シューッと境目の横にシューッとサフが残ってるんですね、サフかパテが残ってるんですけれども、これはあのここが段差があったという証拠だと思うんですね。結構大丈夫になってると思います。指のですね、ここお腹のところですね、手のお腹のところでこうやると結構わかるらしいです。実際こうやるとね、指先でやるよりお腹でこうちょっとこうやってやると、あのなんか凹凸があるとかないとかね、そういうのがよくわかりますんでね。削り終わりまして、もう一回サフ掛け等をしまして、まあだいたい OK になったんですけれども、この辺にですね、筋彫りがあるんですね。これをもう一回ちょっと復元しておかないといけないと思うので、このラインチゼルですね、ピンバイスにつけてますけれども、これを持ってますんで、これを使いたいと思います。でこのラインチゼルをですね、こうまあ当てていくんですけれども、そのフリーハンドでやると絶対にずれちゃうんですね。絶対失敗しますんで、もともとあるのを太くするぐらいだったらいいんですけれども、ほぼ消えてるものを復元するのは難しいので、ガイドをつけてあげた方がいいんですね。でそういうガイドって何があるのかなっていろいろ調べたんですけれども、一番いいのがこのダイモテープというものですね。ダイモって書いてあるんですけど、ここにこれがいいよっていうふうにいろいろ書いてあったんでね、ちょっと取り寄せてみました。でこれ何かと言いますと、こういう素材なんですけども、ここにですね、下からこう突き上げた立体のあるネームありますよね。ネームプレートみたいなの、名前がここに掘り出されているやつ、あれに使うものらしいんですね。でちょっとこう張りがあって、で接着シートがついてるというもので、こういうところにこう曲面に馴染みますし、でなおかつそのここのこういう風な動きに対してもまあ固くしてくれるんでいいということらしいです。こう当然のことながらガイドがずれてた話にならないので、丁寧にしっかりと調節をして OK ですね。あ、いいですね。いい感じにガイドに乗ってますね。うん、気持ちいいですね。綺麗に筋が入りました。こちらの方の目立てヤスリですね。これもこうやってここに当てて、こういう境目をしっかり出して。シャープさをきっちり出しときたいなというところですね。はい、そしたらこんな感じですね。ちょっとまあ傷とかもありますけど、もうちょっと、処理するにしても、溝が掘れました。それから、先端のマゼルブレーキもですね、ここの小さいこのパーツですね、これをちょっとここにネジが入ってて、これをこう止める止め金らしいんですけれども、まあ、これをちょっとディテールを追加して、この辺を掘り込んでおいてって感じですね。本当はなんかここにちょっとした溝があったりとか、この先っちょにも溝があったり、一回ここでまた平面になってるとか、いろいろディテールとしてはあるらしいんですけれども、まあ、今回はもうこれで、終わりということにしておきたいと思います。で、これにて方針の完成です。